ぱい休んだな。早速会場に向かおうぜ。他のみんなはどんな詩を書くんだろうな。すっごく楽しみだぞ。あれ？なんだか人が減ってる気がしないか？二人ともおはよう。ゆくあきは真剣に詩を書きたいとかで少し遅れてくるそうだ。ノエル先輩も今日は他の任務があるらしく、待たずに始めてよいとのことでした。しょうがないな。じゃあカリロエのやつは？あいつも来てないのか？私は結構早く来てたけど見かけてないよ。青い髪の女性だろ。朝方修行していた時、敵火州に近い橋で見かけたんだ。少し落ち込んでいるみたいだったから声はかけられなかったんだが。落ち込んでる？どうしよう。まさか昨日オイラたちが間違ったことでも言っちゃったのかな。ちょっと心配だぞ。僕も賛成です。もしカリロエさんが何か困っているのでしたらお役に立ちたいですから。みんな行くの？じゃあ私も一緒に行く。ではまず橋の近くから探そうか。みんな早めに会場入りしたからまだ少し時間があるはずだ。うん、さっさと済ませてすぐ戻ろうぜ。あれ、ここは昨日僕たちがカリロエさんとお会いした場所です。その時もカリロエさんは何か思い悩んでいらっしゃる様子でしたが。オイラたちが葉っぱを流したところもこっからそう遠くないぜ。葉っぱですか？そういえば昨日は追加に夢中で行ってなかったな。そんなことがあったのですね。ふと思ったのですが、カリロエさんがその葉っぱを流したという可能性はありますでしょうか？お？なんでだ？あ、ごめんなさい。特に根拠はなくて、ただの憶測なんですが、あの時のカリロエさんの悲しげな様子が、その詩にある雰囲気に似ていたように感じて。そうだな、言われてみればここも上流だ。あれ見て、あっちあっち、また葉っぱだよ。あ、本当だ。しかもまたまた字が書いてあるぞ。早く追いかけようぜ。もう飛んで拾ってこれないの？でもオイラ泳げないし、うっかり水に落ちちゃったら。止まった。字は読めそうですか？滲んでしまっていませんか？まだ読めるぞ。どれどれ。
昨日返事した詩と関係あるように見えないか。きっとオイラたちが流した葉っぱを拾ったんだ。泉少年、見た感じカリロエが書いたってのも間違いじゃないかもな。本当にあの物語が気になってるのね。実を言うとさ、最初にカリロエを見た時から思ってたんだけど、こいつってもしかして水の流れに風の影響を加味すると。皆さん僕についてきてください。だいぶ上流に来ました。手分けして探しましょう。カリロエ、カリロエ、いたぞ。イルチャールに囲まれてる。すぐにあいつを助けよう。これは僕があの日見た人ではない何かじゃないか。あれ、どうして皆さん私のことをそんな風に見つめるの。あ、もしかして私の姿が。この声は確かにカリロエさんですね。どうしてこんなことに。ちょっと待ってて。思ったより早く消耗しちゃったのかな。これは一体どういうことだ。ひょっとしてカリロエさんは仙人にまつわる何かなのか。いいえ、ずっと黙っていてごめんなさい。私は遠い昔にフォンテーヌから流浪してきた純粋精霊。純粋精霊。あ、大団長から聞いたことがあります。フォンテーヌ先代水神の眷属であり、先代水神の逝去を受けてフォンテーヌを離れ各国へと散っていったという。その通り。でも正直なところ、私は自分がどうやってここにたどり着いたのかさえうろ覚えなの。故郷の景色ならおぼろげに脳裏に残っているけど、道中の光景はどうしても曖昧で、モンドに着いた当初のことも力の大部分を失ったせいで安定した実態すら維持できなかったことしか覚えていないわ。最終的に私は清泉町というところにとどまり、少しずつ力を回復していくことにした。そこは静かで綺麗なところで、水も透き通っていて純粋だった。あの場所に住んでいた人たちの心と同じくらい。あなたが清泉町の泉の精霊だったわけ。そうよ、ディオナ。あなたのことを覚えてるわ。小さい頃、夜中によく泉のそばまで来て、私に話しかけてたでしょ。本当に？私のこと、騙そうとしてにゃんよね。僕はてっきり、清泉町の伝説に過ぎないとばかり。あなたのお気に入りだった、お魚の抱き枕。バブルスっていう名前だったわね。その通りにゃ。小さい頃のあれは夢じゃなかったんだ。ってことは葉っぱに書いてあったのって。そういうことだったのね。私が流した葉を拾ったのはあなたたちだったの。ええ、清泉の心に書かれた泉の精霊とはまさにこの私のこと。通りであれだけ気にしてたわけだ。じゃあ物語の男の子って
知のことよ。昔からずっと私は人々の夢の話を聞くのが好きだった。美しいもの、悲しいもの、それに当時の私では理解できなかった感情に満ち溢れたもの。ある夜にとある男の子が泉に来てくれた。その涙はどんな月光よりも儚く、どんな梅雨の玉よりも純粋なものだった。私は人間が好きで、彼らのことをもっと知りたいと思っていた。それにあの涙に秘められていた私がまだ知らない感情の正体を知りたかったの。ねえ、星空の下で会おうと約束を交わし、いつも互いに自分の物語を分かち合っていた。時には勝負もしたわ。どちらが先に梢で最初に鳴く鳥の声を聞けるか、夏のセミが初めて鳴く音を聞き分けられるか、そんなことを夜通し。わあ、なんだかいいな。でもその後のことは本に書いてある通り、当時私はフィンチの目から答えることのできない感情を読み取ったの。純粋精霊の運命は人間と異なると私はよく知っていた。自分の鈍感さのせいでフィンチに将来後悔の物語を書かせてしまうのは嫌だったの。だから私は逃げた。二度と彼の前に現れないように。借りろえ。私の力の回復が遅いから、何十年が過ぎた今になっても実体を維持できるのはほんのわずかの間。かつてはフィンチが前へと進んで夜空の星々が全て消える時、私と再会してくれることを望んだ時もあった。でもこれほど多くの物語を見た今、これほど多くの夢を見た今、少しずつだけど私はフィンチの気持ちが理解できるようになった。この彼に応えたいという気持ちが胸に絶えず込み上げてきて、もう抑えられそうにないの。でも私は同時に恐れてもいる。今彼に会ったとして、もたらせるのは失望と離れざるを得ないという苦痛だけなのではと。おお、本当に難しい選択だよな。どうかあの人に会いに行ってくださいませんか。え？僕はフィンチおじいさんのことを知っています。とても優しい人なんです。測量のことを学んだばかりで、困難続きだった僕をよく励ましてくれました。気を落とさずに、またやってみよう、もっと冒険してみようと言ってくれたんです。それに彼はよく昔話をしてくれましたが、残念そうな表情や悲しみ、後悔の類を一度だって見せたことはありませんでした。それにあれほど冒険好きなフィンチおじいさんが、今でも毎日水辺に佇んでいるんです。まるで何かを待ち続けているように。僕は信じています。フィンチおじいさんがカリロエさんへの思いを大切にしていることを。いつの日かまたあなたと再会できるのを待ち望んでいることを。あなたもフィンチおじいさんに会いたいと思ったのなら、もう迷うことなんてないじゃありませんか。え、つい興奮してしまって。ただこのことは絶対に言わないといけない気がしまして。分かったわ。そしてもう決めた。帰ってフィンチに会ってみるわ。本当ですか？それは良かったですけれど、皆さんに協力してほしいことが。おう、何でも言え。どんなことでも大丈夫だぜ。私と一緒に清泉町に行ってフィンチを私のところまで連れてきてくれる？実態を維持できるのももう長くないから、他の人にさっきのような姿を見られてしまうのは。任せて。私フィンチおじいちゃんとは昔から知り合いなんだから。それとどうか私とフィンチのためにこのことを秘密にしてほしい。清泉町の水が騒がしくなってしまうのは本望ではないから。
ああ、僕も秘密にすると誓う。カリロエさん、僕も約束します。ええ、皆さん、本当にありがとう。どうしたんだ？もう大きな水の玉に戻っちゃいそうなのか？いいえ、どうか私の迷いを許して。決断はしたものの、心の内をうまく伝えられるかどうか考えたら、また。し。わかった。ピンチのために詩を書くわ。お題は、そうね。清泉の心としましょう。大丈夫ですか？まだ大丈夫。ただ、今の状態を維持するのは、もう難しいかも。じゃあ、カリロエはここで待ってて。すぐフィンチおじいちゃんを連れてくるから。慌てないで、ディオナ。フィンチだってもう年なんだから。あまり歩かせたらかわいそうよ。私はまだ、耐えられる。わかった。でも、もう少しの辛抱だから。カリロエさん、大丈夫ですか？僕の手でよければ、いつでもお貸しできますから。オイラに寄りかかってもいいからな。皆さん、ありがとう。ピンチおじいちゃん！おっと、ディオナではないか。今日は随分と早かったな。今日はちょっと事情があって、おじいちゃん。ちょっと私と来てくれる？おや、どこへ行くのかね？すぐそこ、滝のあたりだよ。ディオナ、狩りの成果でも見せてくれるのか？もう、ついてきてってば。すっごくすっごく大事なことなんだから。だが俺は、お前さんの父さんと戦略があってな。ピンチおじいちゃんってば。ああ、わかったわかった。そうせかすんじゃない。ついていってやるから。うん、ほら、手を貸してあげる。やれやれ。まさしくドゥラフの娘だな。こうなると、父親そっくりだ。こっちだよ、フィンチおじいちゃん。ゆっくりでいいからね。おや、これは一体、みんな集まってどうしたんだ？ミカまでいるのか。最近どうだ？仕事の方はうまくいっているかい？それに外国の方もいるようだな。俺はまだボケてはいないつもりだが、今日は、俺の誕生日だったろうか。フィンチおじいさん、はじめまして。僕はチョウン。皆さんとはシーカ大会で知り合ったんだ。そしてこちらはフィンチ。この声はカリロエ。まさかまだ覚えてくれていたの？覚えてるさ。覚えてるとも、忘れられるはずないだろう。だが、あの時のお前さんとは、少々変わったように見えるな。当時はまるで、おとぎ話から飛び出してきたような感じだったが、おっと、何を言っておるんだ。おとぎ話の精霊なら、どんな姿でもおかしくはないな。こんなに時間が経ったのに。相変わらずあなたは、私を笑顔にさせるのが上手だわ。
お前さんが夜しか姿を現してくれなかったものだから、俺は全て夢だったんじゃないかと疑っていたんだぞ。とても長い間待たせてごめんなさい、フィンチ。長くない、長くないさ。あっという間のことだったからな。フィンチ、あなたのために詩を書いたの、聞いてくれる？詩？お前さんが詩を書いたのかい？もちろん聞こう。お前さんの言葉なら何でも喜んで聞くとも。ではこれから読み聞かせるのは泉の精霊の物語。遥か彼方より来たりし我は、山河をしとねに四季で装う。よりどころとなる花園探し、銀舎の月光共に漂う。歩みを止めよ、風と聖戦がささやいた。休みましょう、あなたは旅路に疲れている。たゆたいましょう、あなたに落花を飾ってあげる。朝は渓流に接近を奏で、夜は夢路に下垂を聞く。少年の涙がさざ波となり、星のもといかなる声より甘美に響く。彼は過去と未来を満載の果敢に織り、我はその褒章に夢の境界を溶かす。見よ、その目から溢れ出る愛を答えよう。夢の覚めぬ間に、猫と蛍が我をせかすも、人の調べを介さぬ我がいかにそれと調和できよう。渓流と無双が海へと流れ、象徴が水面をつく主湯に聖画のもと、少年の髪筋は白くなる。我は早漏としつつも人の一切を学び、脆い雲をつなげ柔らかな詩にした。種は土に憧れ、木には太陽を追いかける。かつての曖昧だった白目が心に流れる。聞けばそれはずっとあなたの名を呼んでいたのだ。我が夢をあなたに。あなたの夜が聖戦のように甘美であるように、我が心をあなたに。この遅れてきた約束をどうか受け取って。そうだ、これがお前さんも初めて目にした時の姿だ。本当に本当に長い時間が過ぎたんだな。ピンチ、私は。ああ、分かっているよ。お前さんの式は全て教えてくれた。ありがとう、ピンチ。どうかこれを受け取って。とても綺麗だな。私の力を凝縮した一粒の雫よ、ピンチ。私は人間のように実体を持つことができないから、あなたの隣にはいてあげられない。次に人間の体に変われるのがいつになるのかもわからない。でもあなたがこの雫を持っている限り、私たちの心はずっとつながっていられる。たとえどれだけ距離があっても、私は永遠に清泉と共にある。これからも私を呼んでくれるのなら、夢でまた会いましょう。こんなのロマンチックすぎるだろう。
お前さん、本当にいろんなことを覚えたんだな。まったく、子供たちがまだ見ているのに。気に入らなかった？気に入らないわけがないだろう。これ以上幸せなことなど存在しない。むしろ幸せすぎて怖くなってきたよ。このまま眠りについたら二度と目覚めないかもしれない。え？そんな冗談さ。お前さんはどうやらまだまだ学ばなければならないものがいっぱいあるようだな。そうなのかしら。ピンチおじいちゃんとカリロエ、すっごく嬉しそう。いいな。ディオナ、ピンチを連れてきてくれてありがとう。あなたという友達のことを永遠に覚えておくわ。私たち、昔は結構お話をしたけど、私、お邪魔じゃなかった？そんなことないわ。あなたはこの星空の下にいる、私の数少ない友達の一人だったから。あなたにあげた贈り物もきっとあなたと共に成長していくでしょう。あ、ディオナが作る飲み物が何でも美味しくなるのは精霊による祝福だった。僕の純陽の体も誰かから授かったんだろうか。この体もうじき消えてしまうわ。ピンチ、どうしたんだい？あなたと出会ったこと、あの夜あなたに話しかけたこと、一度たりとも後悔したことはないわ。この長い時間の流れの中で一度たりとも。俺だって同じさ。人々の言い伝えには一つ間違いがあった。あの夜私はあなたに口づけをしなかったのだから。だから今、制約と愛を象徴するこの贈り物をあなたにあげるわ。もういいぞ、彼女は行ってしまった。フィンチおじいちゃん、大丈夫だ。彼女は少しも遠くへ行ってはいない。言っていただろう、清泉と共にあるとな。俺たちの周りに、夢の中に彼女はいるんだ。子供たちよ、もう少しここにいさせてくれ。おや、帰ってきたね。なんだか付き物が落ちたみたいだ。フー同士なら一足先に刺繍を出すんだって息巻いて言っちゃったよ。今頃自由試作の原稿が届くのを待ってるんじゃないかな。彼女曰く、これはサービスの一本化らしいよ。どこに行ってたんだい？ずいぶん待ったんだぞ。インスピレーションが足りなくて急遽探しに行ったんだよね。道中素敵な詩に出会えた？吟遊野郎、お前まさか最初から。そうそう、オイラたちに美味しいご飯をごちそうしてくれる約束だったもんな。あれ、そうだっけ？いいよ、そこまで言われちゃったらちょっと逃げられそうにないね。じゃあディオナに美味しいドリンクを作ってもらおうかな。絶対嫌って普段なら言うんだけど、
今日は機嫌がいいから特別。うん、結局君たちは一体何をしに行ったんだ。なんだいこの僕だけ仲間外れな空気は。そうか、気のせいだ。深く考えすぎるなって。そうですよ、僕たちはその財布のために少し遠いところに行っただけです。ほう、ミカさんまでそんな風に言うとは。ジョエ、こっそり僕に教えておくれよ。今思い出したんだけど、君が興味を持ちそうなお化け屋敷があってさ。断言しよう、今度こそ君の純陽の体は通用しないぞ。気持ちは嬉しいけど、今回は遠慮しとくよ。僕はこの純陽の体もそんなに悪いものじゃないかもしれないと思い始めた。え？どういうことだ？間違いない、やっぱり何かあったんだ。でも借りなくて逃げようなんて思わないよね。そこ迷惑なのに見知りなく人生を見下ろせ。嫌なことを思い出してしまった。
け。お前か。ああ、お前に言われた通り詩を書いてみた。感情を紙に写してみると確かに胸の内が落ち着く気がする。彼らに果たして届くだろうか。